い、皆さんこんにちは。ついにね、2月ですよ。早いですね。あっという間にもう新年明けて1ヶ月経ちました。ハリウッドから星空の話をお届けします。とにかくですね、今日珍しくこれを収録している時にハリウッドはすごい雷と雨が降りました。ということはどういうことかというと、2月になって、1月の31日なんですけど、ハリウッドは夏に入ったってことでしょうかね。もうとにかくね、ハリウッドは暖かいんですぐ夏です。もう今も寒さって全くないですね。いい感じです。だから雨が降ると星は見れませんけど、降ってなくても見ない感覚さんです。本当見たいんですよ。見たいんだけど、今年の夏に多分星を見に行くツアーをやりますので、そんな関係からかな。ということでしょうね。はい、今日もですね、とにかくいろんな話、メシエ絶対が今回が最終回になる可能性もあるので行ってみたいと思います。まず最初の、話もね、月から持ち帰られた、地球最古の、岩石かもしれないですね。行きましょう。それでは星空の招待席です。50年前にアポロ14号の宇宙飛行士が地球へ持ち帰った月の石とね、地球由来と思われる物質が含まれているってことなんですよね。で、この石は40億年前の天体衝突によって地球から飛び出して月に到達したものかもしれないと。そういうことあってもおかしくないよね、簡単に言えばね。で、これはスウェーデンの自然科学博物館のチームが、そういうことを研究発表したってことなんです。皆さんがね、どう思うかは別として、そういう記事が出てるので、これアストロアスタさん、ぜひね、もう僕皆さんにこれ読んでほしいです。今年もね、アストロアスタさんは本当に良心的な、別に僕お金もらってるわけでも何でもないですよ、ここから。でも本当に良心的な記事が多いので、実に見ててね、すっきりしますね。あとね、カノープスを見ようっていう記事も言ってみようかな。これね、カノープスってのは、龍骨座という星座にあるね、全天で、2番目に明るい星座なんですよね。で、この星座は星なんですよね。で、とにかく明るいです。南の方なんか行くじゃないですか。そうするとね、とにかくね、明るくて、これすごいなと。色がね、シリウスなんかとちょっと違って、感じるんですけどね。見る機会があったらね、ぜひ見てください。これね、シリウス、ベテルギウス、これが南中してる時に、ちょうどベテルギウスとシリウスの間まっすぐ下げるとカノープスがギリギリ出てくると。グアムとか、例えばね、サイパン、ロタ、ハワイでも見れるんですけどね。どうせ見るんだったらいい条件で見てほしいかなっていう感じがしますね。はい。これね、カノープス、ぜひ見てくださいという感じです。はい。他の記事もあと一つか二ついけるかな。ちょっとやってみましょうね。例えばですね、これか。これはね、別のところで一回話したことがあるんですけど、小型の望遠鏡でね、約50億年彼方にある、直径3キロ弱の小天体を、観測したっていうのかな、発見したじゃないですよね。ということで、これはね、星が隠れる現象をうまく使って、遠平ですよね。発見したらしいです。実は、直接そういう望遠鏡で、この3キロ全体見えることは絶対ないんですよ。基本的にはね。だけど、恒星の前を、要するに隠すというね、遠平現象ね。例えば、俗に月の裏に隠れる星とかあるじゃないですか。それなんかの、傾向と同じだと思ってください。これで発見することができると。で、この時に使われた望遠鏡がおそらく28センチのセレストロンです。これ28センチのセレストロンが大きいか小さいかってことは別にして、これぐらいのクラスでもできるってことなんですね。だから、逆を言うと、じゃあ20センチじゃダメなのかというと、20センチでも20センチのなりの観測ができますから、ぜひね、これもね、チャレンジしてほしいなと思いました。はい。そしてもう一つぐらい記事いこうかな。これね、2月まで見えるのが岩本彗星ってのなんですよ。ね。比較的明るい。7等ぐらいだってことなんですね。この岩本彗星っていうのが双子座の、王道星座を通り過ぎていきながら、レグルスやカストロと接近するって言うんです。で、6等から7等ですから結構ね、これね、見応えがあるんじゃないかと思うんでね、見てください。はい。それではメシエ天体のインデックスの方に行ってみたいと思います。もう後半ですね。はい、10まであるから、あと2回かな。101から行きましょうか。はい、101ってのはね、大熊座の銀河です。で、これはね、すっごい有名な銀河と思っていいですよ。101。もう見る限りは花火のように銀河がもう、なんていうのかな、花開いてるっての。それがもうわかります。これすごいね、綺麗な銀河なんです。ただ、8.2 等ですけど、双眼鏡ではね、
淡い後半としてようやく見えるってところでしょうかね、5×7 で。で、10センチになると60倍ぐらいで、まあ、マルテ非常にね、大きなね、淡い後半が見られるということですが、これ、僕は見れませんでしたね、10センチくらいじゃね。20センチだと、ようやく、あ、これは、形骸成雲というかね、だと思って、30センチになればもうこれ完璧です。これになってみると、まあ、明るい部分と暗い部分というのがあって、要するにその成雲成団という形がよくわかるようになりますね。そして102、これがね、これ写真がないんですよ。というのは、存在が確認されていないメシエ天体ですってことなんですね。これね、メシアが発見したってされてるんだけど、101と見間違えたんではないかというね、ことを言われてまして、それ以外にもね、これ単に本当に彗星だったんじゃないかと。彗星と見間違う天体と言ったのに、彗星だったんじゃないかという話が出ています。で、103、カシオペア座の三回星団です。カシオペア座にはね、三回星団がいっぱいあるんですよね。で、この三回星団はというと、7.4 等という明るさですね。だから、まばらの集まりであるんで、双眼鏡でもわかると。はい。で、10センチになると、それでもね、あんまりね、そんなすごい星団ではないんですけど、まあ20センチでも微光性があんまりはっきりしないって言ってるでしょうかね。そんなに面白くないと思っていいでしょう。はい。そして、ソンブレロ星雲。これは有名ですね。このね、星雲はね、本当にね、昔の天体のよく本とかね、そういうのよく載ってた、本当にソンブレロっていう形でしょうかね。はい。明るさがね、とにかく、これは9.3 等と暗いんですよね。で、なんとかね、5センチ7倍で、中心が明るいことがわかるという感じです。楕円形の感じがしますね。で、10センチの40倍でも、なんとか見えるんですけど、100倍ぐらいになると、ソンブレの銀河が小さいけどわかると。20センチだとはっきりわかりますね。これはね、30センチ以上で見ると、30センチ、40センチ見ると本当すごいです。あ、本当だ、ソンブレロだと思うように、見えるので、ぜひ挑戦してください。はい、今度は 9.3 等の獅子座銀河です。ここら辺はね、ちょっとね、もう本当難しいんですよね。105っていうのはね。これになっちゃうと、本当に、存在が分かりゃいいなっていう程度の、あれなんです。明るさは 9.3 等ですね。恒星状にかすかに見えるかどうか双眼鏡ですけど、10センチの60倍でも歪な棒状という感じでしょうか。20センチになると、印象がはっきりしてくるって感じですね。で、30センチクラスまで行けば、星雲だなっていう感じがはっきりしてきます。まあ、ここら辺のところがね、今の現在の、そうですね、M105 までなんです。で、次回最終回で6から110まで行きます。で、この後はね、もちろん、メシエ天体ばっかりじゃなくて、いろんな話もしなきゃいけないんで、星座の話とか、まあ、そうだな、いろんな話をしていこうと思ってます。または、季節ごとの観測ポイントとかね、スポット。ね、っていうのです。で、一つ商品だけ紹介させてください。これ僕ね、使ってないですけど、サイトロンの、なんかフィルターが出た、クワード BP フィルターっていうのかな ?19,800 円。これどういうことかっていうと、天体の発する主要4線である、この HA、HB と O3 かな ?O、あと S2 付近での波長を通過させて、それ以外の波長をカットするフィルターと、簡単に言うと紫外線、光害の紫外線をカットするフィルターらしいんですよ。で、デジタル一眼レフカメラやミラーレスカメラを使用した撮影に非常に良いってことですね。で、簡単に言うとね、僕らが天体写真を昔よく撮るときにね、なんだろう、赤いね、そうだな、R の64とかね、要するにフィルター使ったんです。で、特別なフィルムを使いました。シルコレなんですけど、103AE というフィルムを使ってよく撮ったんです。これはね、どういうことかっていうと、その赤外の近くのその水素領域、赤いところね、これをものすごくよく映すんです。だから、余計なもう紫外とか一切カットするためにフィルターを作った。もちろんそれでもね、空の綺麗なところに行かないとダメだったんですけど、最近はカラーとかそういう写真を撮るときに、これが相当いいんじゃないかっていう感じがしましたね。2万円弱、総量無料ってことですけど、2万円なんで、高いか安いか別ですけど、フィルターサイズが、48ミリで、生産国日本ということですね。まあ、これでオリオン座なんかを撮った時、どんな風に映るかっていうのは、これ用のね、サイトっていうかな、なんか見たいって気がしますね。僕らはやっぱりもうね、天体写真撮影するとかなかなかないんですけど、できるんだったら楽してスマホで撮りたいとかね、そう考えちゃうんですよ。で、スマホの能力もすごいですけど、やっぱり一眼レフとかそういうような専門のカメラだと、やっぱり撮れるものが違います。銀塩のフィルムと違って、要するにね、ものすごく感度に対してすごく有効な、データが出てるので、これからも皆さんね、そういう意味では、スマホだけじゃなくて一眼レフは、一応考えておいてくださいということですね。
はい、まあ太陽系外天体の話とかいろいろあります。また板垣さんがクジラ座でね、新しいの142個目発見したとか、何考えてんだろう板垣さんみたいなあれですけど、まあこちら楽しいので皆さんね頑張って、見てください。はい、私も、頑張ってできるかで利用しております。それではまた来週です。さようなら。メッセージ最終回です。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。